金せず、常識だ。いつの時代の常識だよそれは。しかし15の男女が同棲、いや同居するのは確かに俺も問題があると。あら、希望したのか、私の部屋にしろと。線引きは必要だろうと思うのだが、まずシャワーの使用時間だ。私は7時から8時、一花は8時から9時だ。俺早い方がいいんだけど。 IS 学園には女性しかいない。最悪の場合は、しばらく見ないうちに変態趣味に走るとは見損なった。一花、うん、そのなんだ、すまなかったな。いいよ別に、気にしてない。そうか、それならいい。ではな。おう、おやすみ。なぜ私が。いや、東雲さんも男と同室なんて嫌でしょ。嫌とは言っていない。それにこれは私と一花の問題だ。おとにかく部屋は変わらない、自分の部屋にも。ところでさ、一花、約束覚えてる？約束？無視するな。こうなったら。あ、バカ。はぁ、部分展開。一花、ステージに上がってこい。もてなしてやる。その格好は何？これはその狐の巫女だ。あんまり見るな。すなあ、なあっていつまで怒ってるんだよ。怒ってなどいない。ホウキ、名前で呼ぶな。今日は楽しかっただろう。よかったな。だな、嬉しいかもしれないな。お、なんだよ。今から寝巻きに着替え、俺が歯を磨いてる間に済ませろよ。いいぞ。あれ、帯が新しいやつだな。そりゃ気づくだろ、ほうきを毎日見てるからな。私を毎日見ているか。そうかそうか。よし、では眠るとしよう。うまい。そうか、おかわり。あっ、マジ、すまない。大丈夫か、こんな格好初めてだから。その火傷しなかったか。あ、ああ。